今日はキンプリ平野翔についてジャーニーさんが話すみたい。私は箱根に行ってくるけどね。バイバイ。ちょ待てよ、ちょっとユウたちに話を聞いてほしいんだけど。いやー、メンバー3人の脱退で世間を騒がしているキンプリだけど。いやー、いい加減にしてほしいよ、ジャニーズ。大木で言う要の平野が脱退を決めた理由が分かったわ。目標としていた海外進出に限界を感じたからでしょ。表向きはね。本当は違うの？あるメンバーと一触即発の状態になっちゃったの。永瀬？ビンゴ。返しが昭和でびっくりしたけど、やっぱりね。実は海外にこだわっていたのは永瀬も同じでね。そうなんだ。でも平野と永瀬は見ている方向がずれてきちゃったの。アイドルグループあるあるだね。永瀬はイギリス、平野はキリバス共和国への進出を目指していたのよ。キリバス共和国ってどこ？知らない？33の島々からなる世界で一番最初に太陽が昇る国。そこに進出してどうするつもりだったんだろうか、平野は。人間のメスは概ね虜にできたから、次は海洋生物を狙うつもりだったんだよ。平野のその高すぎる志を永瀬は理解できなかったみたいね。誰も理解できないよ。こうなると永瀬たちを応援したくなるな。